皆さん、こんにちは、こんばんは、まりもです。本日、月間レクイエムパート11、やっていきたいと思います。さあ、そろそろラスボスとかがね、出会えるかどうか、楽しみながらやっていきたいと思います。はい、続きやっていこうと思います。というとこで。さて、これはもうとにかく上に登っていくしかないとこですね。上がりましょう。ぴょんぴょんと飛び跳ねながら。さあ、こっちの骸骨は近距離性の骸骨ですね。さあ、こっちは、おっと、遠距離型。おっと、最初気づかなかったな、今のこれ。さあ、登りまーすと。一回じゃあ脇道入ってこうかな。お、回復じゃない、体力伸びるけど、これさ、明らかに落ちてきますよね。OK。なんか今のやつ一撃しそうで怖いな、これ。まあいいや、とりあえずちゃんと避けたし、次行きましょう。いや、しかしなんか随分と体力上級アイテム落ちてますね、このマップは。さあ、カラスめ、倒してやる。なんか、あとこいつも多いですね。やっぱりあの卵みたいなのは、こいつの卵ってことなのかな？おっと、額が動いてきた。さあ、お金もね、しっかり貯めとかないといけませんね。そしてここ入れたからなんかアイテムあるな。いや、さすがに近距離戦のやつは、攻撃力高いか。さあ、回復1個使って。そうだな、ありそうなとこって言ったらこっちの方とかね。おっと、発見。よし、しっかり倒していきましょう。お、ここもなんか揺れてるぞ。とりあえず、おっと、なんか全然当たんなかったんだけど。で、これある。あ、ここじゃない。難しい。とりあえず一旦こっち行って、ここもなんかありますね。なんでこんなにいろんなものがあるんだろう。とりあえず猫になって、なんかここら辺ありそうだけど、ここはないかな。いいね、これ下から届くんだ。で、ここになんかいるから、これ倒して、上に特に上がれるわけじゃないですね。隠し通路とかがあるわけでもなさそうなんだけどな。あ、こんなとこに。あ、もしかしてこれ、とりあえずこいつ倒しとこう。猫の姿であそこ入れたりするのかな。ちょっとね、このまま試してみましょう。入った。オッケーオッケー。猫で行けばいいんですね。おっと、落ちちゃったぞ。そういえば最初の森のところに猫で入れそうな場所があった気がする。アイボリーバッグ。ああ、ここになんかあるってことでしたね。じゃあ今の正直者の指輪が反応してたのはこのアイボリーバッグでしょう。よいしょ。入れた。あ、あそこが取れるように。どうしようかな。じゃあ先にせっかく開けたところに行ってみようかなと思います。あ、でも多分右行ったらあれ、セーブポイント戻れるのかな。まあいいや。さて、ここは、ルートが繋がってますね。よし。危ない危ない。じゃあ、遠距離戦で戦いましょう。と言って、一方的に攻撃できそうですね。オッケー。で、これ動く。今のは勘だけど、よく当たったもんだ。はい、じゃあ行きましょう。とりあえず、骸骨倒さないと、攻撃力が怖い。で、カラスども。骸骨向こう行っちゃった。なんかあそこに赤い骸骨いるな。調べる。この骸骨は笑ってるようだ。特になんもなし。なんか重要なものなのかどうなのか分かんないのがありますね、今の骸骨みたいなのが。さあ、じゃあ今度下か。ちょっと回復だけしとこうかな。はい、じゃあ行きまーす。なんかたくさん出てきた。これとりあえず多分チャージで片方は壊せると思う。この辺から当たる。当たんない。あ、当たんないか。どうしよう。とりあえず骸骨ね、方に落ちて。はい、オッケーですね。さあ、なんか下で光ってるな。あーと思ったらまたこいつがいるのかい。で、特に正直者に指輪反応しなかったから、アイテムとしてはないんだろうな。
さんと倒して危険を排除してから降ります。で、こっちはマップ的に戻ってこれなそうなんだけれど、そうするとこれどうなんだろう、この先。いやー、食らっちゃった。ちゃんとね、考えてから降りればよかったですね。あ、でも戻ってこれた。黒の匂い袋を手に入れた。じゃあ、確認をしましょう。こっちなんだ。黒の匂い袋は、攻撃力を大きく上昇させるが体力を使用するリスクが伴うということで、体力消耗しながら戦う道具みたいですね。あんまり使いたくないな。もっとこれがいるのを忘れていた。はい、じゃあ次行きましょう。と言って、右側に行くとセーブポイントに戻れますね。あっと、嘘でしょ！あっぶね！ああ、びっくりした。買い物を2000の高いやつ以外買っとこうかな。身を守る黒魔術を放つのと、矢の速度を大きく上げると。はい。じゃあセーブして次行きたいと思いますと。さあさっき言ってなかったマップの右側の方にね、どんどん行きたいと思います。おっと。さあとりあえず、お金はまだまだ必要だから、しっかりと倒していきます。先にこいつを倒してから、はい、絵の方を倒す。しっかりね、倒して全然間に合いましたね。で、ここはカラスは、あ、骸骨倒せなかった。ちゃんと倒していこう。結構バカになんないんですよね、こういった一体の金が。で、ちゃんと倒して、絵の方も倒してから行きましょう。さあ、ここがね、割と大変だったかな、さっき。おお、あんな振り方するんだ。さっき全然見てなかったからな。さあ、登って、しっかり倒して、はい、次次。で、ここはさっき上に行ったんで右に行きます。さあ、どんどん進めたい。あれ、ぶつかっちゃったか。あれ、え？落ちた、びっくりした。あー、落とし穴みたいな感じだったんですね、と。あ、チク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 削っていきましょう。で、多分あの絵は動くから、倒してから、行きます。落ちちゃったからな。また後で上登ってかなきゃいけないですね。オッケー。さあ、じゃあ、降りますか。ということで、やっぱり戻って、登ってかないといけなそうですね。あっぶねー。はい、しっかり。あー、嘘、切られちゃったよ。まあいいや。おっと、うわー、遠距離が後ろ。危ない。死ぬ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 。今体力全然見てなかった。危なかった。で、ここが、よし、どうしようかな。セーブポイント戻ろうかな。アイテム使っちゃったし。あれ？こんなとこ通れたっけ？あ、違う。こっち来れたんだ。オッケー。で、あの木のね、ちょっと気になるんで、わざと当たってみたいと思います。うわ、すごいダメージ。でも死にゃしない。上先行ってきたいな。忘れちゃうから。じゃあ、そっちまでね、一回戻りたいと思います。さて、さっき落ちたとこまで来ましたが、どこで落ちたんだっけ？ここ？よいしょ。崩れる足場があったんですね。まあ、敵下手に倒さずに上に登ってきちゃいましたと。さあ、こいつはひるんでくれるから、なんだかんだで結構対処はしやすいぞ。はい、しっかり倒して、お金得て、あの絵も動くかな？はい、上登りまーす。おっと。なんかだいぶ体力使っちゃったな。あそこにアイテムがありますね。よし、じゃあ何があるのか。ウィンドボックス。あー、なんかこのマークどっかで見たことある気がするんですが、とりあえずほっといてどんどん行きたいと思います。はい、じゃあセーブポイントまで戻ってきたところで、今度は右ですね。
行きたいと思います。で、罠はしっかり避けて、じゃあ今度下に降りましょう。下も上も右に行けるのか。なんかこっちの方が危なそうだから、このまま行けるでしょ。あれ？このカラスが意外と厄介だった。さあ、どんどん右に行きたいんですが、怖いね、なんか、やっぱり。これもしかして上から落ちてこれるのかな？でもこれが開けるとこになりそうですね。うん、やっぱり。じゃあこれ多分すごい跳ねて上まで行けるんだろうな。レッツゴー。おー、跳ねた。さあ、で、こいつは倒せる。まあ結局でもそこまで意味はなかったみたいですね。今のとこ何だったんだろう。まあいいや、このまま進みまーす。マップが埋められたんだけども、まあとりあえず良しとするかな。なんか嫌な雰囲気と。やっぱりボス戦ですか。あなたがフェネルと戦ったものだったのですか。今すぐ引き返せない異国のものよ。女王も邪魔が入ることは望んでいません。というわけで、ボス戦ですね。なんと生意気な。マグノリア。ちょっと待って。2対 1？ っぽいですね。いやちょっと待って、装備変えよう。そしたら正直者はいらないから、毒にさせちゃいましょう。どこだっけ？これだ。え？キーンって、嘘。でも攻撃力自体はそんな高くないみたいですね。あーと思ったら、やっぱ攻撃法によるよね、そりゃ。おっと、弓も厄介な、めんどくさい。やっぱ攻撃しっぱなしは良くない。危ない。でも思ったより破定ってなんだ、射程は短いから、戦いやすいっちゃ戦いやすいのかな。無敵時間ね、ちゃんと見極めないといけませんね。さあ、とりあえず死にそうだよ。弓が効かないのはちょっときついかもしれない。最大チャージも効かないかな。回避された、たまたま。しっかり回避されないところで使いたい。やっぱダメなんだ。ちょっとずるくない？危ない。一発与えたら逃げるみたいなね。よし、これは連続で当たる。やっちゃったな。さあ、回復アイテムがなくなります。さすがに、もうね。やばい。ちょっと待って、死ぬ。てかさ、これ倒してもさ、これ帰れないんじゃない？やれちゃった。はい、じゃあ再戦、この後すぐやり行きまーす。さあ、帰ってきました。というわけで、今度は勝てるように頑張りたいと思います。さあ、まずは連続ダメージをうまく与えながら。危ない。こういう振りの攻撃に当たってはいけませんね、と。今くらいの連続攻撃くらい止めとくのがちょうどいいかな。あれ意外と邪魔だな。まあ、倒せないし仕方ないですね、あればっかしは。しっかり回避しながら。相手もね、回避してくるから本当にちゃんとね、こっちもしっかり避けないといけないですね。で、危ねえ。しっかり攻撃を見極めながら、敵の体当たりもダメージ判定があるのがちょっと厄介というか、でもダメージなさそうだな。さあ、もう2発いける。で、回復させて、なんか攻撃が跳ねてるな、見事に。微妙に届かない。
溜めてる間はあんまり離れない、近づきない、近づきすぎないように気をつけて。ちょっと連続でやりすぎじゃない？おっと。あ、食らっちゃった。で、回復じゃない。装備にね、体力低くなったら、攻撃力上がるやつつけてたんで、今、一気に減らすことができました。あれ、あっちも倒さなきゃいけないの、結局。嘘でしょ？いやー、マジめんどくせえな。でも、こっちは、遠距離攻撃効きそう。やーっと。あ、毒受けた。毒受けたら、装備で回復させちゃえ。激薬の容器だったかな？これですね。あ、てか、これも、外しちゃっていいじゃん。じゃあ、遠距離に毒攻撃を振るよ。よし、くらえ。ね、毒効いたのかな？お、てか、すごく削れますね。なんだかんだで。こいつ、あれかな？鎧持ってないから、脆いっていうことなのかな？よし、もう倒せるでしょ。OK。というわけで、二人撃破と。いや、疲れた。あれ？話せるのか。あなたの優しさ見、覚えがあるわ。ごほ。まるであの免罪人のよう、私たちの女王に反抗う。ご、信仰心に心を奪われたみたいね。女王は私たちを傷つけたりしな。まあ、結局殲滅してる感じですね。さあ、右側セーブポイントがあればいい。これさ、進んで平気かな。セーブポイントありますよね。あるよね。あった、よかったよかった。セーブと。今な、右に行くのが正しいのか、下に行くのが正しいのか。下っぽいかな？でもこれ落とし穴っぽいの、感じが。あーでもあれですね、橋みたいなの上がってるから、これやっぱり下行かなきゃいけないや。いやー、探索ですかね。お城に入ってきましたしね。じゃあ、今回はここで終わらせたいと思います。ちょっと待って、マップそうだ、忘れてた。この後、裏でマップをまとめておきたいと思います。ということで、次回、ついにラストダンジョンかな？お城の方へ入っていくことになります。そろそろラスボスが本当に近くなりましたね。マップ達成度 79%。まあ、女王様を倒すことになるんでしょうかね。ということで、また動画にまとめていきたいと思います。皆様最後までご視聴ありがとうございました。まあ、こういったレトロゲーね、ほんと好きなので、最後までなんとか突破していきたいと思います。では、皆さん次の動画を楽しみにしてください。バイバイ。